ブランブル系メロミスはネズミモクネズミカネズミカに属する近年の絶滅種であり、オーストラリアのグレートバリアリーフの北端に位置し、孤立した植物に覆われたサンゴ礁の系であるブランブル系の固有種。最後に観察されたのは2009年で、2016年にクイーンズランド州政府とクイーンズランド大学の研究者によって絶滅が宣言され、2015年5月に 国際自然保護連合2019年2月にオーストラリア政府によって正式に絶滅が宣言された。グレートバリアリーフの哺乳類のうち唯一の固有種で人為的気候変動により絶滅した最初の哺乳類と言われている。ブランブルケメロミスはオーストラリア北部ニューギニアトレス海峡諸島インドネシアの島々の湿った生息地に生息する。 約20種の月種類を含み、ネズミ科とネズミア科に属するメロミス属の絶滅種である。ブランブル系メロミスは、クレートバリアの北端に位置する 340X150 メートルの植物に覆われた産後礁の系であるブランブル系で、イギリスのカッターのブランブルの司令官であるチャールズ・バンプ・フィールド・ユールにより、1845年4月に初めて発見された。 当時、この動物は非常に多かったため、乗組員は楽しみのために弓矢で撃っていた。1845年5月、博物学者のジョン・マクギリ・ブレイとジョセフ・ジュークスはフライに乗ってブランブル系を訪れ、正規順標本を収集した。その標本は今日、大英自然史博物館に保管されている。標本から、オールド・フィールド・トーマスは1924年に本詞を、 メラミースルービッコラと正式に命名し、記載した。メラミースルービッコラは、マウスより比較的大きく、体長は14.8から1 6 5トルで、尾の長さは1 4 5 1 8 5トルであった。他のマウスと比較して、尾が長く、耳が短く、足が大きかった。体重は7 8 1 6 4ムと記録されている。尾は、 先端で物をつかみやすくなっており、荒い鱗で覆われていた。毛皮は上が赤茶色、下は灰色がかった茶色で、背中には黒い保護毛が生えていた。見た目は禁煙種のクイーンズランドメロミスに類似していた。メロミス属の他の種と同様に鍵花を持つと記述されていた。ブランブル系メロミスは、トレス海峡にある低標高の系の固有種だった科学者たちは、 この動物がどのようにブランブル系に到達したかについては不明としている。研究によると流木に乗り漂流してニューギニアの島からブランブル系に到達したとする理論や最近まで残っていたオーストラリアとニューギニアをつなぐ立教を渡って到達したとする理論がある。ブランブル系メロミスは2002年にオーストラリアで最も孤立した哺乳類として記述された。 ケイはトレス海峡の北東部にあり、パプアニューギニアのフライ側の川口から約5 0トル離れている。ケイは4から5ヘクタールであるが、メロミスは約2ヘクタールの広さの島の植生部分のみに生息していた。島の植生は草とハーブで構成され、一般に0.4メートル未満である。島では11種の植物が記録されている。一般的なものには、 ポーショラカオルラシア、ボレイビアアルバイフローラ、センチョリスイクアイネタス、アマランサスバーディスがある。また島は海鳥の個体数が多く、毎年青ウミガメの繁殖による生態系の格乱が見られた。ブランブルケーメロミスは植物が密集した地域を好み、海鳥が密集している地域を避けた。この種はピーオルラシアとウミガメの卵を餌とすることが観察されていた。 本種の繁殖期は長く、生費はメスに偏っていた。本種の推定個体数は大きく異なっていた。1845年の観察者は、1978年の調査と同様に、この動物は数百匹存在すると述べている。1998年の調査では42匹が捕獲され、それに基づいて個体数を約90匹と推定した。 その後の2002年と2004年の調査では、それぞれ10個体と12個体しか捕獲されなかった。2008年には50個体未満、成熟個体数は100個体未満と様々に推定されている。2014年のブランブル系メロミスの包括的調査中に、ボートから見たブランブル系この種の生息地は一般に標高が低いために厳しい天候と、 海面上昇の影響を受けやすいと説明されていた。この種の最後の基地の目撃情報は2009年に研究者によって報告された。2011年の調査では見つけることができなかった。2014年の短期間の調査で種の痕跡が見つからなかったので科学者たちは飼育下での繁殖プログラムを開始するため残っている全ての個体を徹底的に調査して捕獲することにした。 しかし、必要な権限を取得するのに5ヶ月かかった後の2015年に到着した時には、一匹も見つけることができなかった。2016年6月、クイーンズランド州環境遺産保護省とクイーンズランド大学の研究者は共同で、この種が確かに絶滅したと報告し、重要なことに、これはおそらく人為的な気候変動による哺乳類の絶滅として、 初めて記録されたものであると付け加えた。国際自然保護連合は2015年5月からの評価に基づき、同年に絶滅したとしているが、オーストラリアンジオグラフィックに掲載された文章で、ローレン・スミスは、報告書の著者らは、パプアニューギニアのフライ側デルタ地域の周辺には、まだ知られていない本州の個体群が存在する可能性がわずかにあること、また、 その地域が適切に調査されるまでは、ブランブル系メロミスの IUCN のレッドリストに、絶滅した可能性ありのタグを追加すべきであることを指摘していると述べた。オーストラリア政府環境エネルギー省は、2019年2月18日に、ブランブル系メロミスの絶滅を正式に認定した。クイーンズランド州政府の報告書によると、絶滅の原因として考えられるのは、 過去10年間に何度も島に浸水したことで、この種の生息地が失われたことである。場合によっては浸水で直接死亡していた可能性もある。海面水位は1993年から2010年の間に毎年0.6センチメートル上昇したと推定されており、低気圧性暴風雨に伴う海面水位の大幅な上昇の発生率も増加した。 クイーンズランド州政府の報告書ではまた重要なことにこれはおそらく人為起源の気候変動による哺乳類の絶滅として初めて記録されたものであると述べ絶滅の根本的原因は地球温暖化の結果としての海面上昇であると述べられたコンサベーションインターナショナルの気候変動生物学の上級科学者リーハンナは この種を救うことはできたかもしれないと語った。チャールズ・ダーウィン大学の鳥類学者、ジョン・ボナースキーは、絶滅は予見や予防が可能だったと述べた。この種の立場が不安定であることは何年も前から知られていた。彼は、その損失の少なくとも一部は、保護プログラムへの資金不足と、多くの人々の注目を集めるほどにはこの動物の、 カリスマがなかったという事実によると信じていた。2016年の論文で、ウォナースキーらは、ブランブル系メロミスは2009年から2014年の間に絶滅したオーストラリア固有の3種の脊椎動物のうちの1種であり、3種の絶滅はそれぞれ予防可能であったと述べた。シドニーモーニングヘラルドによると、2008年の回復計画は、 生存へのリスクを過小評価していた。回復計画では、海面上昇や熱帯低気圧の頻度と強度の増加を含む気候変動が起こる可能性が高いという結果が、この計画の期間中、ブランブル系メロミスの生存に大きな影響を与える可能性は低いと述べられていた。二0 1九年二月二十日、オーストラリアの漫画家ファーストドック、オンザムームは、 A Moment of Silence for the Bramble K. Melamis Another Victim of Climate Change というタイトルのブラ a ブル l e K. Melamis を扱ったカートゥーンのトリビュートを出版した。ありがとうございます。